戦争で戦い、1849年の革命運動では、アントニオ・ロッペスでサンタ・アナを強く支援した。独裁体制の崩壊後は、ミゲル・ミラモンとフェリックス・マリア・スロアガの起こした反ベニート・フアレスの運動を支持した。1862年にマルケスは、フランスの大義を取り、マクシミリアン大公をメキシコ皇帝とするメキシコ帝国の設立に活発。 かつ重要な役割を果たした。1864年、マルケスが帰国した1866年には、フランス軍が撤退しており、マルケスはメキシコ人による帝国軍の創設に着手した。1866年10月、マクシミリアンはマルケスを別同隊の司令官にし、さらに1867年3月には政府を創設して、 ケレタロを助ける軍を挙兵するためにマルケスをメキシコシティに派遣した。マルケスはミゲル・ミラモンとは絶えず意見が合わないことでよく知られていた。彼らが別れていた時にミラモンは共和国軍への攻撃を提案したが、マルケスはこの提案には反対していたが、これはミラモンがそれを示唆したためとも考えられる。ケレタロではマルケスは マクシミリアンと共に行動していた。しかし、後為軍を突破し、皇帝を助けるための軍を組織するためにメキシコシティへ向かった。これが不可能であるとわかると、マルケスは首都の南しかしプエブラに到達する前に敗れ、メキシコシティに戻ったが、すでにポルフィリオ・ディアスによって包囲されていた。首都は6月21日に占領され、マルケスは数ヶ月の雲隠れの後に、 ベラクルスを経由してキューバのハバナに亡命した。マルケスは1870年の恩赦の対象からも明確に除外された。マルケスは強心的で人命を軽視する冷血な人物であり、1859年のゲリラとの勝利の後に大量殺戮をしたことから、タクバヤの虎とあだなされた。この事件についてマルケスはミラモンの命令であったとの釈明をした。 マクシミリアンは、処刑の前に一人の兵士に、ケレタロで、自分の捕獲の原因を作ったミゲル・アンヘル・ロッペスの、裏切りは許せても、大量殺戮をしたマルケスは許せないと打ち明けている。ありがとうございます。